カモジャマストです、今日は宮城学院女子大学の水間監督に来てまいりました。ありがとうございます。イエーイ。そうそう、伝わらないんでやってもらっていいですか。自己紹介お願いします。はい、宮城学院女子大学ソフトテニス部の監督してます、水間夏樹です。ありがとうございます。イエーイ。ということでね、今回はまあ前回ね、水間ドリルをやらせてもらって、はいはい、まあ、いろんな練習法を紹介していただいて、まあ、それを僕は実際にやってみて、うん、結構ね、こんな練習あるんだっていう声がね、届いて、いろいろ水間ドリルを紹介してほしいっていう声がね、たくさん僕の元に届いたので、今回はまた新しい水間ドリルを紹介してほしいなと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。何がありますか。あ、それ大丈夫ですもん。速いボールが来た時や、打点が後ろになってしまった時の退去法、体の使い方を練習していきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それはあれですか、こう試合中に相手にこう攻められたボールをミスらずにどうするかっていう話、攻め返すっていう。そうそうそう、やられてるけどそれを負けちゃうんじゃなくて攻め返すっていう。そうですね。どうやってうまく使って返すんか。ここの打点ってもう打てないじゃん、うん、どう考えても、うん、ここも、あ、もう無理みたいな、うん、こういう風になるんじゃなくて、これをね、どうしていけば切り返せるのかっていう練習ね。綺麗にかっこよく打てるかっていう、まあ、その練習を今日はやっていきたいと思います。イエーイ。それではいきます。レッツゴー。レッツゴー。テイクバックと振り抜きは8の字でやります。もう一つは速いボールが来た時にこっちで体を使って速いボールをかわす練習になります。なのでこの2つを、意識してやるようにしてください。そう、あ、これでもいいですか。したいと思います。速いボールに対して今の動きをやっていきたいので、ボール上げがなかなか難しいので、打つ人のなるべく斜め前ぐらいに立ってラケットで上げボールをします。ここから上げてきます。はい、そうそうそう、あ、ごめんごめんごめん。今のように上げボールは、相手の打点が後ろになるようにワンバウンドして上げるようにしてください。よーい。野球とかのボールをキャッチするときに多分こうはいかない。はいはいはい、いかない。こういくでしょ。うん、そういく。そういきますよね。キャッチするとき、ボールキャッチするときもこうやってちょっとキャッチすると思うんですけど、それを意識してボールを体で吸収しながら、ここはラケットは出てくる。うんうんうん。それが歯向かっちゃうと、今度はここにムキムキの筋肉がないと返せないから。うんうん。あの速いボールに対して、はい、速いです、っていうのを吸収する、ボールを
の勢いを体で、うん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 、それを意識すると、あの相手の速いボールに対してもはい参りましたっていう感じで体をうまくかわして、だけどあの打ってるボールは綺麗に速く返すっていうイメージを持ってやってください、うんうんうん、これは打点はどのように変わるんですか？打点は、本来はここになってしまったボールを打とうと思ったら、うんうんうん、踏み込んで打とうと思ったらもう絶対にこのここの力でしか打てないので、うんうん、どうしてもボールが右側に飛んでいきやすいんですけど、ここの打点でも体をこうやってかわすことによってちょっと打点が前になるし、右肩が前になるのでボールが飛びやすくなります。あ、じゃあ実際の打点は場所でいうと一緒なんだけど、うん、体をかわすことによって前になるっていう、ここになるんです。すごい、この発想すごくないですか？新しい。そう、これ錦織選手もよく試合中にやってると思うんですけど、うんうん、速いボールとかこういう打ち方ですね、うんうんうん、かっこいい打ち方、これが、速いボールに対してだったり打点が後ろになってしまった時に体をうまく使うと無理なく打てる打ち方になっております。ありがとうございます。うまい弱っ。おう、よいいやん、よいいやん、よ。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。これは僕本当に今まで全く知らない技術だったんですけど、うん、僕今までねこうやってボウリングしてたんですけど、うん、これ別にボウリングしなくても本当に今みたいにこうしたら、そうだよ、打点もしっかりフラットになるというか、うん、前で捉えられるし、速いボールも打てるね。打てる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 よ、負けないよ。これやっぱ女子の選手でもやるんですか？やるやるやる、やっぱり力が、うんうんうん、強い速いボールを返そうと思ったら、昔だったら多分力うーって入れて返さなきゃいけないんだけど、うん、力入れた？全然入れてない。入れてないよね。本当に入れてない。入れてないよね、うん、超楽にスパーンって返せるのよ。これなんか体が回ってくるから自然により力がいらなくなる。そうそうそう、そう、女子の方が多分上手だと思う。確かに余計な力ない分。そうそうそう、リズムとタイミングと体の動きが合えば綺麗に打てる、うんうん、ここが大事ですね。なるほど、うん、これきっとランダ対決強くなる予感してます。この動画がいいねと思ったらチャンネル登録高評価お願いします。あ、そう、自分のチャンネルでやってるんですか？ありそうな感じ。本当？ありそう。ごちそうさまでした。バイバーイ。はい、あ、ごめん、もう一回。わしなんだ。